まずあの、田村大臣、まあ私たちはですね、国会全体で今、会期を閉じるべきではないと。これだけ、まあ田村さん、本当に、えー、日夜あ、先頭に立って御奮闘をいただいておりますが、 えー、新型コロナ対策、とりわけワクチンの対応、オリパラへの対応どうするのか、まあ、本当に重要な課題が山積している中で、やはりちゃんと国会続けて、国会の中でしっかり審議をしていくと、国民の皆さんへの説明責任、これを大臣先頭に果たしていただきたいということを、強く我々は要求させていただいております。とりわけこの厚生労働委員会は、 その所証として重要な議論をこれからもずっとしていかなければなりませんので、我々は継続的な審議を与党の皆さんにも求めている立場でありますので、大臣あの政府の一員として、まあ、政府与党の重要な立場にある方として、改めて国会を閉じるべきではないと、しっかり審議を続けていこうということを、えー、伝えておきますので、閣内でぜひその主張をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。で、今日はですね、生活困窮者が数がますます増えているという いう現場からの声。あの、去る5月の19日の参議院本会議で、えー、健康保険法等の、えー、質疑で私立たせていただいたときに、そのときに私引用して紹介をさせていただきました。5月の6日の本委員会での参考人質疑、え京、ー、東京つくろいファンドの稲葉参考人の叫びを、共有を大臣させていただきました。聞いていただいたと思います。生活困窮者の支援の現場で、政治が見えないと。政府が見えないと。一体何をしてるのか。これだけますます 多くの皆さんが生活困窮状態にある中で何をしてくれているのか何も届いてないじゃないかというのが、まあ、稲葉参考人の叫び。 でありました。貸し付けじゃないんだと。一刻も早く給付を届けてほしいということも合わせて紹介をさせていただきました。今日はぜひその観点で、えー、限られた時間使わせていただいて、えー、この生活困窮者の命を守るという観点で、いくつか、あ質問をさせていただきたいと思います。まず、えー、無料定額診療制度について、社会福祉法第二条第三項第九号の規定に基づきまして、整形困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、 無料料ままたは定額の料金でで診療を行う事業でございます本当に不勉強で、今回改めて制度をいろいろ勉強させていただいて、こんな制度なのかというのが、これ、参加していただく病院、先ほどあったとおり、平成30年の数字で、 703、えー、医療施設が参加をしていただいているということですが、これ参加していただく医療機関のメリットというのは何なんでしょうか。赤字にはならない。まあもう、あの、えー、利益にはなかなかならない。まあ、あ社福とかいろいろ参加いただいておりますので、もともと利益云々という話ではない。しかし少なくとも、提供していただいて大赤字になってどうにもならないんで、これどうにもならないので、少なくともそういうふうにはならない制度設計になっているということも含めて、第二種社会福祉事業としての位置づけでございますので、あの、法人 データにもよりますけれども、固定資産税や不動産施策税などの非課税措置というものが講じられているということです<君>それだけ赤字にならないということを保証する制度ではございませんそうすると、どうやって医療機関はこれに参加いただけるんですか、提供を続けていただけるんですか、それがよく分からないんです、例えばさっき、えーと、固定資産税云々の話がありました、えー、と資料の9で、若干、今回ねあの、お願いしたんだけど、なかなかいただけないので、古い資料を引っ張り出して、平成20年の検討会の資料を見つけましたので、それでね、 例えば固定資産税の減免税率であれば、えー、と全体の,その当該医療施設、病院の,、えー、の中で、無定の利用者がどれぐらいおられるかという割合で、この固定資産税の減免の税率が変わってくると、つまり、えー、10%以上になったらもう100%。 なんですねそれ以上の利用者がおられても、この固定資産税の減免の恩恵は得られないということですか、局長まあそれを超えてというところにつきましての、さらに追加的なメリットというものがあるわけではございません、あの2%を超えたところから、まあ、あの徐々にそのお、まあ、非課税率が上がっていくという立て付けになってございますつまり制度設計上ですね、一定数を受け入れていただきます、そうすると税制優遇等のこの措置が頭打ちになる。 措置が受けられなくなるので病院についてはそれ以上の受け入れを頑張って本当に思い持って受け入れていただいても持ち出しになるということですよねそうしたら受け入れられなくなるじゃないですか局長なんでこういう設計にしてるんですかいやそしたら頭打ちになるでしょそりゃそうですよねでその頭打ちになったそれ以降じゃあどうやって病院に受け入れていただくんですか あのこの無料大学診療施設というを運営しているということは、社会福祉事業を運営しているということであり、それはまたあの地域の福祉に対して、えー、それ以外の要素も含めてさまざま貢献しているというふうな形での,、まあ、あの法人なり、なりその施設としての、まあ、社会的な地位と申しますか、そういったものがあろうかと思います精神論言われるのであれば、じゃあ、現下のコロナ禍の状況においても、これによって断れる方々がいないはずですけど。 現に出ている。局長成り立たないじゃないか、その説明が。精神論では。病院の経営がこれだけ傷んでる中で、頑張ってくれと。それは無理ですよ。どうするんですかというのが今日のメインの質問です。なんでそもそも、ね、これ国費を投入する制度になってないんですかな、なんでそういうしなかったんですか例えばこういうね、一定、平時であればこれが機能していれば、 本当にですよ、本当に機能していたのであれば、それは一定程度理解しないでもありませんが、例えばこういう緊急事態で、こういった事態は容易に想定できる中で、なぜそこに国費を投入するという制度になってないんですか。要するにあの社会福祉法人制度について、まあ、非課税措置というものは講じられているよと同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされているう施設、事業に対して、税制上のお一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベース ににあるという,ふうに考えておりますこれがなければ経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないようにこれ作られたんでしょ それがこの趣旨でしょうそれが守られてるんですか担保されてるんですかと聞いてるのに、全然答弁違うじゃないですか局長。それは推介ですよ。だからそこをちゃんとストレートに答えていただけないから、今のこのコロナ禍で厳しい状況、アクセスができない、それを厚労省がほっぽってる。こんな状況になるんじゃないですか大臣、ちゃんとやりとり聞いてくださいね。その上で、いや、これ、えー、っと、なぜ、これ今年、あの、今回こうして改めて、重ねて冒頭申し上げた通り、コロナ禍の中で生活困窮者が、 やっぱり残念ながら、あの、増えてしまっていると。これはまあ大臣あの、本当にご存知の通りです。とすると、これまで以上に生活困窮状態で、この無定の制度がなければ、医療へのアクセスが確保できない方々が増えてるわけです。増えてるんです。増えてるから、病院が一生懸命ね、参加していただいている医療機関、一生懸命無定で頑張っていただいている。でもやっぱ、だから数が増えていったら、さっき制度設計見た通り、 頭打ちになるんですよ。それ以上受け入れたらどん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 実学で赤字になるんですよ。それは受け入れられないでしょう。そこで、この資料の1にもありますけれども、無料定額診療というものが、コロナ禍で生活困窮差がこれだけ増えている中で、命を守るために、この無定の制度が、重要性が高まっているんだと。ね。高まってるんですよ、大臣。でも高まってるんだけど、例えば資料の2、 にあり、これ今、一つ大きな問題として、例えばこれ仮方面の方ですが、えー、手術を受けまあ、あの、非常に重たい癌で、えー、すぐに、えー、手術を受けなければならない。仮方面中の方なので、まあ、保険等々一切ありません。収入もありません。えー、病院行ったら、あ、ここには500万以上と書いてありますが、800万、えー、近くと言われているそうです。でも、もう病院は、 コロナ禍でただでさえ経営が傷んでるときに、これだけの無料定額診療を提供できないと言って拒否されているという状況です。どうするんですか、これ。命の問題です。局長、これ黙って見過ごすんですか。あのー、そもそも社会福祉事業でございますので、まあ、基本、元は、まあ、特殊化からスタートしているような精神があってですね、そういう意味では、もともと人を救うということが本来事業にあるわけであります。 で、あの、まあ、社会福祉法人という話も出ましたが、社会福祉法人以外もですね、えー、この無料定額というような形でですね、あの、まあ、税の優遇減免はありますが、基本的というよりかは、そのような困っておられる方々を救うための事業であると。 いうのが大前提であるわけでありまして、生活困られている方々に対しては、例えば緊急小口相互支援資金の特例とか、そういうものをずっとこれ、コロナ禍においてやってきたでありますとか、いろんな対応してきておるわけでございますので、直接この事業がコロナ対応ではない、もとから歴史的にある事業を法律の制度の中にのっとって対応しておるものだというふうにご理解いただければありがたいと思います。石橋いいやそななこととさっっっっきかから言ててるじゃないですかずっと歴史的な経緯もたどって大臣ご存じの通りのり仮放免中方は生活保護を なりますか医療扶助受けられるんですか受けられないでしょ。う。だから問題なんですよ。仮放免中の方々。ね。結局、医療扶助も対象にならない。ね。さらには、この、ケースである通り。で、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これもうずーっとこの問題は指摘されてきたわけです。資料にもお付けしてますけど。ね。保険にも入れない。なので、医療へ、まあ、収入がない。まあ、働いちゃいけないって今の政府は言ってる。収入は全くない。どうやって医療のアクセスするのか。ただ、 この無料定額診療は区別差別しないんです。そうですね、局長。外国人を在留資格で区別差別しないんです。この制度は。そうですね、局長。橋本社会援護局長、あの、委員おっしゃったとおりでございます。だから仮訪問中の方々、今のカテゴリーに当てはまらないということで、アクセスないんですよ。でも、重ねて、この無定は、 仮放免中の方でも利用できるんです。在留資格で区別差別しないということで。ただ、残念ながら、このコロナ禍で先ほど申し上げたこの記事にある通りで、ね、病院側も受け入れられないと。もう今の状況で、既に赤字状況だ。なので無停受け入れられないと。いったときに、真っ先に仮放免の方々、外国人の方々のアクセスが閉ざされているというのが実態だとすると、これ問題じゃないですか 外国人とか、ね、これまで差別、区別なかったのに、えー、そういった非正規の方、区別、差別してるじゃないですか。これ指導できるんですかこれ、ま、一つの例ですけど、他にも同様の例はあるんです。なので、ぜひ厚労大臣、厚労大臣の責任において、いかなる対処が現行制度、現行法令の下で可能なのか、検討いただけないですか。田村厚生労働大臣、<ん>まず、い、一ページ目の方これ、 急で、生活、あの医療扶助、OK、なんでで、すよねで。2ページ目の方ですね。で、2の方は仮放免ですから、本来はですね、これはあの、まあ、法務省でですね、えー、要はその保護をしていただく方が国内に引き受け人がいるわけで、それ、視力一定程度ないとですね、えー、このような仮放免にならないはずだと私は認識いたしておりますが、あの、誰でも出れるわけではありませんし、そこはですね、法務省がどのような扱われ方を、取り扱われ方をされておられるのか、 ちょっと我々わ分かりませんが、あの非常にレアケースなんだろうと思いますで、コロナはほぼ関係のない話でありまして、あのコロナ間でもなくても、そういう方はおられるわけでございますので、のコロナというよりかは、そういう方々が医療が必要な場合、えそしてまた、その無料定額医療施設が、ですねえそ,ううそういう方々をその扱われない場合に、どのような対応をするか、あのこれはちょっと法務省ともいろいろとお、まあ、協議をしてみなきゃいけない話だと思いうます。 協協議議ししてててみななきゃいけないいいいけと大臣が言ったただだのので協議してくださいあのちょっと大臣、もうちょっとこの仮放免の方々の法的な位置づけ、立場含めて、えー、大臣もぜひあのその法務省とのやり取りで学んでいただいて、じゃあどうしていければいいのかと、どうしていくのかということについて、ぜひ、えーね、前向きな対処、対応していただきたい、これはあの、ぜひあの我々もフォローしていきますので、命を、えー、守るという観点ですから、ね、大臣、政治がどこにあるのかと問われているときに、ぜひ大臣、首かしげてるんじゃなくて、ね。 政治があることを示してくださいよ命を守るためにそのことを強くお願いして、えー、すみません他にも重要な課題用意をしておりましたが、えー、これはまたあの引き続き審議が続けていけるものと思いますので、えー、後に譲りまして、えー、今日のところは以上です質問を終わりにしますありがとうございました <laughs> 倉林明子君、はいえー、日本共産党の倉林です、えー、発,発達のつまずきやですね障害のある乳幼児が通います 児童発達支援。この報酬改定が今般行われました。これについて質問したいと思います。あの、個別サポート1。 そして個別サポート2っていうことで新設されたんですけれども、加算の内容について。個別サポート加算1は、ケアニーズの高い障害児への支援を充実させる観点から、食事や排泄等の解除の必要性や、強いこだわりや、自傷互いといった行為が発生する頻度等の調査によりまして、一定以上の項目に該当する障害児に支援を行った場合に、1日当たり100単位をお加算するものでございます。それからサポ、個別サポート加算の2の方でございますが、虐待等の要保、要保支援 児童は、家庭との関わりや、それから心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係客との連携といったことが必要となることを考慮いたしまして、児童相談所や子育て支援センター等の公的機関や、 保護自動対策地域協議会等と連携するなどの要件を満たし、養護養子園児童に支援を行った場合に、こちらの方は一日当たり125単位を加算するものでございます。倉林昭子君。いや、これ始まったばっかりなんですけれども、現場からはね、もう中止してくれと、こういう声が実は上がってきております。で個別サポート加算の1、えー、これです。この加算を取るために、どういうことが必要になっているかって言いますと、調査やるんです。23中にこれが現場に混乱を引き起こしているという状況です。えー 先ほど若干紹介ありました移動、パニック、多少、自傷行為など、行動障害、精神障害などの項目で聞き取り調査をするということになっています、支援の困難さによって、まあ、給付費に差をつけると、子ども,子どもに、子どもによって差をつけるということになるんですね、これ、現場からどんな声が上がってるかと,いと子どもにね札つけるようだとで、障害者を受け入れられ障害を受け入れられらずに、大体いい子どもの障害を親が受け入れられない いいう場合本当に多いですそういう保護者に対してですね、我が子が深刻な問題を持ってると、そういうことを強く印象づける項目になってるっていう指摘なんですね。で、結果として、育児の希望、そして我が子への成長、えー、発達の信頼、これ、奪いかねないっていう指摘が上がっております。5領域11項目、これによる判定は、子供も,も保護者も傷つけるものであるとあ、改めて不適切ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。うん 運用の問題じゃないんですよ、調査そのものが、実際給付あの、受給証するときには使ってたもんだって言うんだけど、全然使い方が変わって、これが現場で非常に大きな負担になってるし、あの子どもにとっても、 親にとっても、あのこれはあの不適切だという声上がってるんです、始まったばっかりなのでね、こういう声上がってるっていうのをぜひね、掴んでいただきたいと思います、すべての子どもに対して十分な環境を整える、保護者に対して丁寧な支援が必要だと、で加算を子どもによって設けてで、保護者の負担にするっていうことは、支援に逆行するという指摘ですから、しっかり掴んでいただきたいと思います。で個別サポート加算の2についてですけれども、 これあの、えー、虐待のケースにも、こう、加算がつくというものなんですね。で、加算の同意を得なければならないということだから、あなた、虐待してるかもね、ということを親に確認することなんですよ、事実上。だから現場で全然使えてないです、聞いたら。この虐待の可能性のある子供に対する加算については、聞けないからですよ。本当に現実的じゃないなと思います。 で、一歩間違うとね、これ、保護者との信頼関係を壊しかねないし、実際に現場の様子をから先ほど紹介したんだけれども、あの、使えないものになってるっていうことを重ねて言いたい、で、虐待の可能性を保護者に、保護者に伝えるっていうことなんだけれども、これ、保護者の自己責任にしないというのが、虐待対応の私、基本だと思うんですね。で、保護者、これが基本なのに、 この加算がつけば、保護者負担にもなってくるという立てつけなんですね。あの、使えてない実態もよく掴んで、現場でどんな声があるかっていうことをあの、把握してほしいなと思います。極めて問題のある加算だというふうに思います。大臣、よろしいでしょうか。最後お聞きしたいと思っております。加算での対応ではなくてですね、ね、加算での対応っていうのを、まあ、あの、介護保険でも散々やってきましたけれども、このじ 児童の、障害のを持っている児童のところにまで持ち込むっていうこと、これ、あの、本当初めてじゃないかと思うんです。あの、こういう加算じゃなくって、基本報酬の増額、そして月額報酬への移行っていうのが、現場の強い要求だと、こういうあの点での見直しいると思うんです。いかがでしょう。田村厚生労働大臣。あの、まあ、この障害福祉サービスの、まあ、報酬の改定でありますけれども、 あのまあ、今言われたようなです、ねまあ、個別サポート加算という形、まあ、1、2ってありますけれども、いやこれはやはり、まあ、1ならばあの、本当に重い障害、お持ちの、ね、お子さんに対して対応していただかなきゃいけませんから、その分だけ加算という意味では、こういう形をつけさせていただくわけでありますが、一方で,です、ね、そのまあ、言うならば、今言った基本報酬の部分も、今回、830単位から855単位に上げておりますので、あのそういう意味では、そちらの方もちゃんと対応させていただき きたから加算分も対応させていただいているといだとう形でございますそ,れそこはご理解いただきたいというふうに思いますそれからあの月単位でというお話がありましたが、まあ、これはもう以前からあのいろんなところでお話はあるんですけれどもやはり利用される方々からするとです、ね、あの日々いろんなサービスを受けられるわけでありますし合わせて自己負担が生じる場合にはそれに合わせて負担分が増えてまいりますのでそこでやはりです、ね、これはあの日額といいますか非単位というような形で,です、ね、対応させていただきたいと。 いううにも,もう何度もこれ、議論してきていることなんだけれども、日払いっていうことが事業所側にとっては安定的な経営を本当に脅かしていると、安定性がないのは、子どものところもそうですよね、障害のあるところほど見通しが立たないという事業収入の根っこになってるんですよ、あの私からも重ねて。 その点は指摘をしたい。で障、障害を持っている子どもさん、で、虐待で保護しなければならない子どもさん、それ遠ざけるようなことにね、なりかねないと。えー、人権侵害することになりかねないという現,現場で起こってますから、早急につかんで、早急な見直しを、えー、重ねて求めて終わります。